こんにちは、上川です。こんにちは、大島です。今日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回ですね、我々の90日で100万プロジェクトに、ご参加いただいた方々、ありがとうございます。ありがとうございます。そしておめでとうございます。おめでとうございます。はい、今回ですね、はい、我々のこの90日で100万プロジェクトなんですけども、はい、我々の熱い手紙をですね、熱い思いの手紙を読んだ上で、ご参加していただいたと思うんですが、今回の趣旨としてはまさにですね、アメブロと YouTube を使ってですね、はい、90日で100万を達成していただくためのプログラムということなんですが、はいはい、大島さんの方からまずですけども、はい、今回の参加していただける方々に対しての何か、熱いメッセージというか、なんか思いってありますか？はい、そうですね、私も以前会社員の時に、はい、こういうプロジェクトに参加したことがありまして、はい、やはりほとんど、70% ぐらいの方が、はい、途中でなんか投げ出してしまったり諦めてしまったりっていうところがやっぱりありますので、はい、今回ご参加していただいた方には、はい、そういうことが ないように、うん、私たちも全力を尽くしますし、うん、参加者の方も、はい、そういう姿勢を、そのマインドとかモチベーションとかなるべく下がらないような環境を自分で作ってもらったりとかして、最後までしっかりとついてきていただければ、うん、全力を持って結果を出させてあげたいなと本当に思ってますので、はい、ぜひ最後までやっていただければなと思います。はい、はい、で、私上川も思いは本当大島さんと同じなんですね。はい、でやっぱりその一番は一人で悩んでほしくないんですね。やっぱり僕もいろんな過去にね、いろんな方々見てきて、うまくいってない方々見てきて思ったのが、はい、だから一人でやって一人で悩んでるんですよね、はい、いう方結構多いですよね、うん、だからせっかく今回参加していただけるわけなので、はい、本当に僕上川と大島さんをもういい意味で本当に使い倒してほしい気持ちありますよね。何でも質問してもらって、はい、本当になんかね、なんか分からないことを分からないままに放置してるとか、はい、あるいは本当は聞きたいけどもなんか聞きにくいとか、そういう環境ではないので、はい、ぜひですね、本当に思ってること、あるいは悩んでること、分からないこと、はい、どんどん質問してほしいし、はい、それを答えをね、持ち帰ってほしいですよね。はい、そうですね、はい、で一番はやっぱり一人、さっきも言ったように一人で悩まない、うん、一人でやろうとするというか、一人で悩んで間違ったことをもう永遠とやり続けないっていうことが非常にそこが大事かなというふうに思います。そうですね、はい、確かに、うん、結構できる人ほど自分で考えられちゃうので、はい、そうですよね、意外と言わないで物つぼにはまってしまうパターンがかなりあるので、うん、そうですよね、はい、あとなんか生地かちょっと知識ある方とかが意外と陥りやすい罠であるので、はい、ぜひですね、ここは一回頭もリセットしていただいて、はい、これを機に、はい、うん、それでまっさらな気持ちで受けてほしいなというふうに思いますよね。はい、であとちょっと手短で最後になるんですが、はい、今回のこのプロジェクトで我々がなぜやったかという趣旨をね、はい、伝えてちょっと挨拶締めたいなと思ってるんですけども、はい、やっぱり本当は公開する予定ではなかったんですよね、本当にね。でじゃあなんで我々がこれをあえて今回公開して募集することになったかというとですね、はい、やっぱりこう全国に本当に一人でも多く悩んでる方々を成果を出してあげたい、はい、でやっぱり過去の我々がそうだったように一人で悩んでないでやっぱりね、仲間をねどんどん増やしていきたいなという気持ちが非常に強いということで、はい、今回のプロジェクト、はい、立ち上げたわけなんですね。はい、今は実際自分らでセミナーをやっていくはい、3大都市ぐらいでしかやってないので、はいはい、もっと多くの人にはい、ということですよね。そうですね、はい、でそれでね我々と関わることでどんどん全国にねそういう90日100万プロジェクトが輪がね、はい、広がっていければなというふうに思っておりますけど、はい、いかがでしょうか。いや本当にね、はい、今まで伝えられなかった、はい、方々にもこれで伝わると思うとね、はい、本当にすごく嬉しい気持ちでいっぱいですので、はい、あとは私たちが頑張って結果を出させるというのをコミットして、はい、終わるまでついてきていただければなと思います。はい、はいはい、どうもありがとうございます。はい、じゃあですね、手短に挨拶になりますけど、我々の挨拶になりますが、はい、ぜひですね本プログラムで、はい、お会いしましょう、はい、ということで、これからどうかよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。